騒がしいですね。今ポジション取りしてたんだよ。はい、ひれおさん。はい、うなちゃん。ついに新しいフェスが来ますね。来ますね。楽しみですね。楽しみですね。今回のフェスのお題覚えてますか？覚えてますよ。なんでか聞いていいですか？馬です。馬？はい。何馬って？だから馬ですよ。あ、ユーマだよ。え、だからユーマですって。馬って言ったじゃん。いやいや、ちょっと音が見切れちゃっただけです。ええ、動物のフェスみたいになっちゃってるじゃないですか。いや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 、違う。本当に厳しいんですから、うなちゃんは。いや、だってみんな思ってるよ。馬じゃないんだよ。このまま俺がだって、馬ですねって言ってさ。はい。どの馬が好き？普通の馬。白、白馬。はい。関戸馬。関戸馬って何ですか？あ、関戸馬知らないの？わかんない。自分で調べろ。待って。落ち込んだ今。はい。だって教えてくれないとわかんないじゃない。だって教えても多分わかんないよ。じゃあなんでわかんないこと言うんですか？いやいやいや、馬で3種類って言ったら、馬と白馬と関戸馬で。はい。わかんないの？わかんないわかんないよな。わかんないやってるやってる。わかんないんだ、ほんとに。一応言おうか？一応、だってみんなもきっとわかんないですよ。確かに。三国志の時代に、はい。呂布鳳仙と関羽雲長が乗っていた馬。うなちゃん、三国志って何ですか？もうダメだ、この人。関長雲長って何ですか？関羽雲長で。関羽雲長って何ですか？関羽雲長で。まあ、話がすごい長くなってしまったんですけど。はい。本題がありまして。はい。まあ、フェスはどこに投票するかっていう。ああ、なるほどね。まあ今回、ネッシーとエイリアンと雪男に分かれてるんだけど、はいはい、うんうん。まあ俺まだ決められてないんだよ。おー。うん、ヒルさんにだから聞こうかなと思って、どれにするのか。まあ僕もまだ決まってないですよ。あ、やっぱり？うん。どうする？僕迷ってんですから。あ、迷ってるんだ。うん。何に迷ってんの？だからどれにしようかなって迷ってるの。あ、じゃあ絶対ないやつ一つずつよ。絶対にいないやつ？絶対にこのチームに入らないってだけ言うわ。あー、わかりました。うん、いくよ、せーので言うか。はい。うん、せーの、エイリアン。雪男。え雪男だろ。いや、エイリアンだろ。いや、雪男です。いや、エイリアンだろ。いや、雪男です。いや、エイリアンだろ。いや、雪男ですって。エイリアンだって。エイリアンみたいな顔して何言ってんですか？お前、雪男みたいな、ケムクジャラで何言ってんだよ。僕、ケムクジャラじゃないです。いや、俺だってエイリアンじゃないもん。